なんかさ、はい、寒くない？めっちゃ。いや、めちゃくちゃ寒い。寒いっす。なんか家の中も寒くない？寒い。まあ寒い。エアコン温度上げた。冷えます、ね。何度ぐらい設定してるの？エアコン。26？ 初っ端な26で、うん、ちょっと暑くなったら下げるみたいな。ああ、でも26でいけんだ。うん。一旦26にしてますね。23度。23度？寒くない？うん、でもなんか結構だんだん暖かくなってくるかも。めっちゃみんなちゃんと加湿器もやってる。あと、あ、えらい、うん、暖かいから。うち30にしても寒いの。え、うわあ、暑くないっすか？え、窓開いてるよ。いや、ちゃんと閉まってんすよ、うん、全部。去年は大丈夫だなと思ったんだけど、灯油ストーブ、はいはいはい、電気ストーブ使ってたわけよ、うん、だから大丈夫だったんだけど、あれちょっと空気がちょっとこう良くない、換気しなきゃいけなかったりとか、めんどくさいなと思って、じゃあエアコンにすっか、もうエアコンにすっかって始めた今年がなんかめっちゃ寒くて、あー、まあストーブとかこう空気温めるし、あと下にあるからね、あったかい空気ってあの上に行っちゃうからさ、うん、あー、そうなのかな、なんかそれもあってこれどうにかできないかなっていろいろ調べたんだけど、はい、まあ窓だなと。あー、はいはい、まあ雨戸とかカーテンって超意味あるからね、うん、そうそう、隙間だ。 50%、はい、冷気がこう入ってきちゃう部分って窓が 50% あるの、はい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 、床 10% みたいな感じなのね。で 50% ってやばいじゃん。だからまず窓をなんとかしようと思ったわけよ、うん、でこれ隙間風だなと思って、調べたらいろいろあったんです。二重窓にするとか、はい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 、あとレールのところにね隙間埋めたりするやつとかね、そうそうそう、いろいろあったんだけど、でも雨戸閉めっぱなしにすると部屋暗くなるから、はいはい、日中寒くなっちゃうの、うん、じゃあやっぱ窓は開けっぱなしで、じゃあ二重窓作るかってなったんだけど、もっと簡単な方法があるぞと。ほう。それがプチプチ、気になってた、うん、気になってた、うん、なんかそれをやったん、放送のやつで、え、そう、あ、売ってるんですよね、あのシールがついたやつとかが売ってて、隙間埋める用の、隙間じゃなくて、うん、もう貼る窓にね、うんうん、貼るの、貼るプチ、貼るプチ窓用の、うん、で、なんかどういう原理か分かんないんだけど、本当に窓の部分だけ貼れば、うん、4度か5度上がるんだって。え、隙間埋めるように貼るってことでしょ、窓だけでいいんだって。え、断熱の役割ですかね。断熱の役割、なんかガラス自体の冷気を空気で止めるってことね。そうそうそう、で結露もなくなるの。なるへそ、すげえっていうのを知ってホームセンター行ったんですよ。そしたらなんかみんな同じこと考えてるのか、いや、もうツイッターでバズっちゃったでしょ、多分ね、うん、なんかこの間テレビでやってて、あー、テレビか、うもう全然なくてさ、窓用が、だからあれは売ってんの、梱包用のプチプチ、うん、で僕がグーグルで調べたら梱包用でも効果ありますよっていうの、うん、まあ、空気の層を作ることが大事だから、うん、そうそうそう、うん、でもうこれしかないと思って、もうもうこんな、はいはいはい、ロールでね、もうでかいロール買ってって、うん、家から家に持って帰って、よっしゃ貼るぞと、まず窓に貼ったの、はい、温度もちゃんと置いてさ、はいはいはい、貼る前と貼った後あったんだけど、一度も変わらずこれなんでだ、なんでなんで、なんでと思って、でこうやって窓のところのこの隙間にこう手を当てて、はいはい、どこから風出てんねんみたいな、はい、そしたらどうやら窓の四隅、風出てんすよ、おいおいと思って、だからまあやっぱ結局そのさっき高坂が言った通り、やっぱ全部埋めなきゃダメなんだと、隙間風、隙間風だから、でいうわけでプラスその隙間も全部埋めたわけさ俺、はいはいはい、あれ不思議だね、ここを埋めたと思ったらまだ風出てる気がする、また埋めてみたいなここも風出てるってまた埋めてって言ったらもうなんか窓がえらいことになっちゃった、いびつなプチプチがもうよくわからんことだって工事現場みたいな、しかも達してたからもう現代の空論城が完成したから増築を繰り返したもう内側からもその要は養生とか張りまくっていくからさ外出て家帰るときにその窓が見えるんだけどもうめちゃくちゃなのよ事件、事件、あの家何があった、あんまり良くないけどあの近寄らないタイプのお家になっちゃった、近寄らないタイプ危ない感じの家になっちゃって、まあでも結果
4度上がったのよ。おーすごい、4はでかいっすね。4は上がったのね、うんうん、でエアコンも結局まだ30丸だったから、うん、まあ、結局ストーブ入れたんだけど、入れたかい、入れた、結局入れたんですよね。でそれでまあ温まるようになりました。温まるようになったんだけど、今度寝室が寒いぞと。寒い、俺こう寝るじゃないですか、この頭のところに窓がある、あっていう感じで、もうこの気下ろしてくんだ。そう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 。なんか俺さ、いつもこの時期風邪ひいてない？あー引いてる、季節の変わり目とか、うん、俺これじゃねと思って、寝てる間にこの窓の隙間から出てる隙間風、俺これにやられてんじゃん。遅くね、ハマギモかもしれない、ハマギモこう寝てって、うん、ここが窓で風邪ひく、それや、風邪ひく、この時期本当に風邪ひくし、やべえ俺もだ、お前もだよ。俺もその構造だ。あのね、ここ窓、そうそう、うん、寒いなと思ってた、ね、窓にその普通の壁に手当てるじゃん、つけなくて、本当に壁のところにこう手を持っていくのと、はい、窓のとこ持っていくのじゃとんでもなく温度が違うから、だからこの、あのその窓をやっぱ埋めなきゃっていうのを今朝気づきました。今朝寝れないな、寒、寝れないな、これやんっていうのを今朝気づきました。俺寝るところ窓あるけど全然、俺かなり布団あったかいから、冷えが大っ嫌いだから俺、冷え嫌だよね、うん、てか気密性がいいんだよ多分。え、なんかこう寝た時に、うん、もう本当に寝つくまで一生冷たくて、なんなら朝起きてもこう羽毛布団の中冷たくて、なんか生きてんのかな。それは布団だけじゃなくて毛布、羽毛、毛布、モコモコってやって、あ、順番もあってね、ちゃんと、うん、それでも寒いんだけど、もう本当にずっと冷たくて。ニトリの N ウォームいいよ。 N ウォーム、うん、ニトリはあの冬は N ウォーム、夏は N クール。あー N クール敷いてない、大丈夫？実は敷いてない。なんか N クールだったらもう本末転倒だから。この冬用布団って言って、あとあれは電気毛布、足元とか。あ、そうだから、電気毛布をもう最終手段だけど、電気毛布するとなんか絶対に風邪ひいちゃう。汗だ、あ、汗かいちゃうんだ。あ、汗かいちゃっちゃうから。なるほど、もう二択、あったまるか風邪をひくかのどっちか。成果しか、成果しか。風邪ひいてもいいから、風邪をひくと待機後があったまる。風邪ひいてもいいから、温まるか。暖すぎる。電気毛布で、あ、うん、もしかしたら部屋の温度が低いのかもしれない。確かに全体的に23じゃダメ。でも23度にしてると部屋の温度25度とか6度になる。あ、はいはいはい、あ、でもさっきの話なんだけど、25度とかになってても、ここは十何度だったりするのよ。あ、なるほど。あ、ここ一番冷やしちゃいけないところが冷えてるから。なるほど、ここが寒いんだ。そうそうそう。つけたまま寝るんですか、その。え、全然 つけたまま寝る。つけない、はい、決して寝ます。え、死んじゃうじゃん朝。いやでも、うん、僕この季節に服脱ぎ散らかしてるんですよ、起きたら。暑いってこと？暑くて、え、たまに暑くて起きるんですよ。あの、でも窓際なんですよ、明らかに。で、冷気は感じてるんですよ。風邪ひくぞ、うん、でも暑くて、冷気感じてて暑くて脱いで、で、起きて、うん、あ、よくないよくないって来て、うん、また寝て、でまた脱いでるみたいな。どういうメカニズム？わかんないんですよ。なんか あったかいんでしょうね、体が。本当にそう。いやもう全然整理できなくて今。わかんなくてずっと発熱してるのか、なんか。でも暑いって感じるの？あ、寒いなと思ってちゃんと温めてから寝るんですよ。あの暖房ずっとつけとくと電気代かかるから。あ、そうだね。で、切ってちゃんとかぶって、うん、寝て。ちょっと頭の方寒いなって思いながら、起きたらもうこんななってるんですよ。裸で、もう裸の日もあります、全然。もう全然なんかいろんなバリエーションがあって、いろんなバリエーション、上だったり下だったりみたいな。あ、飽きないね。楽しいです。楽しいね、毎日が。まあ、ハリウッドスタイルの高いで起きてます。え、どういうこと？いっぱい役があるってこと？ちょっとやめてください。そんなことはないです。どういうこと？そんなことはないです。じゃあ最初から前代寝ればいいんじゃない？裸が一番。いや、それは寒いのよ。それはでも風邪ひいちゃいますね。でも温まるらしいぜ。いや、温まるよ。俺本当に寝具全部あったかマンだから、全然裸ね、もう寝れる、けどちゃんと服も着てる。冬スウェット分厚いやつじゃない、薄いスウェット。ああ、お布団があったかだから。あ、それかも。
着すぎなのかもしれない服を。いやあのね、人生でさ3分の1はさ寝てんのよ。寝てますね。確かに3分の1の環境を金かけ整え、あーそっか、努力せ。確かに、そっか、プチプチ貼るか。プチプチかな。窓にプチプチ貼りますわ。ここにそれをでも俺もやろうと思った。うん、だま、窓に直張りするわけね。そうそう、なるほどね。原理で言うと氷を部屋に置いてるようなもんだって。まああれが0度ぐらいになってるからってことね。そう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 、あ確かに。だって氷置いたら冷えるってね、サマーウォーズで分かったし。おーそっか、そやそや、冷やしてたわ、はい、冷やしてたもん。そういうことしゃくれちゃった。あの雨戸閉めてんのよ俺、しかもこの頭の方。雨戸閉めてんのに、そうなの。雨戸閉めてんのに閉めて寒い、全然入ってくる。俺雨戸閉めてると平気だな、だいぶ。あめちゃめちゃ遮断されるはずですけどね、うん、カーテンも俺かなりいいのにしてる、あの断熱遮音。あー大事だね、カーテンも大事だよね。であと汚れるけど絶対カーテンは床につく長さにしてる、うん、家の中に大きな隙間風が吹いててどこから、いやどこからか分からないんだけどどっかに穴開いてる。麦の部屋だけなんかちょっとだけでも風が強い日はもう扉がガタ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 ってすっごいなんか嵐の日ぐらいどこ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 って揺れながら家のどっかから多分大きな隙間。え、天木何実家から脱走俺しようとしてるスプーンとかね全然持ってないんだけど他の部屋はそんなことなくて、天木の部屋のこのドアだけガタ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 すっごい音してどこからか風がどこからか風が多分吹いて当たってんだ。そんなにでかいならすぐ分かるんじゃない確かに。どこかって分かんないの、分かんないの。音とかしないの、それは。音とかはしないんだけど、ただちょっとでも風が吹いてる日はドコ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 ってなるんだ。すげえ、エネルギー変化がすごい。でもなんかそれ楽しそうに喋ってくれるからあんまり困ってないだろうなってなっちゃう。楽しそうだなってなりますね。でも鳴りやましたいわけだよね。いや鳴りやました。小坂さんどうしたんですか。とかもどうしたんですか。だって絶対そんなどっかからか風吹き込んでるのに場所わかんないって言って困ってんの面白すぎてでも本当にない、こうやっても風感じなくて。感じない、感じない。だって他の部屋も一切鳴ってなくてやっぱここあの基本人が困ってんのってさ、うん、半分面白いじゃん、うん、で、うん、天木が悲壮感ないから、うん、もう100おもろいなんだろうね、心配とかがしにくいっすよ、どこどこしたから。え、それなんじゃないの、寒いのって。いやそうだよ、そうだよ、ね、まあ、天木はそれでしかないよ、ね、それだわ、それなんじゃない、それかもしれない、それだよ、うん、そっかかもじゃない、もう今すぐ原因突き止めないと、うん、でさ風がどっかにあるのかなあれ天城の部屋じゃなくて天城の部屋のドアに当たる廊下側とかなんじゃない、外側から風を受けてどこどこ行ってんじゃない、部屋ないからじゃなくて。確かに、通り道があって吹き抜けとから行けないのかな。で吹き抜けだとしたらもっと可能性が広がるね、1階に穴が開いてるかもしれないし。1階に穴が、いや知らないけど構造はないけど今もうサスペンス、サスペンスみたいなテンションだったけど、ミステリーになっちゃったな。一回の穴が、まさか天城の話を聞いてる限りだと外が吹き抜けならば可能性は一回にまで広がる、うん、これ流せないのか、こんな面白すぎるそうだね別に天城が関係なく流せないから確かに確かにあー面白い、あー天城一応隙間風探そう、探したい、探しましょう、うん、さあ腿を上げて、そうだ、そして次は腕を上げて、オッケー、だんだん腹筋が火を吹いてきたぞ、そしてその勢いのままチャンネル登録高評価ボタンを押してくれ、よろしく。